アウトストラーダ A11 はフィレンツェマーレとも呼ばれており、ファシズム時代に建設されたイタリアのアウトストラーダとしては時系列的には古い部類に属する高速道路である。以下の道路の後で作られたものである、1924年のアウトストラーダデーラーギ・ミラノ・バレーゼ、1925年のアウトストラーダデーラーギ・ライナーテコモ、1925年9月の A8、 A26 がララーテガッティコ分岐路。1927年のアウトストラーダミラノ・ベルガモ。1928年のローマ・オスティア。1929年のナポリ・ポンペイ1931年のベルガモ・ブレシア。1932年のトリノ・ミラノ。この道路はイタリア高速道路会社により管理されている。この幹線道路はトスカーナで。 最も交通量が多く、プラートとピストイアの平野部人口密集工業地帯、バルディニエボーレ、および、ルッカの平野を通り、フィレンツェとティレニア海沿岸北中部を接続している。道路延長はピサまで 81.7km で、ある。ジェノバ方面のアウトストラーダ A12 に、連絡しやすくするために、ルッカとビアレッチョを接続する、A11、A12 接続路と呼ばれる。 延長1 8トルの分岐路が1970年代に作られた。A11 の欧州自動車道路番号は E76 である。高速道路の素積を置くための式典この道路は E との主導により1928年から1932年の間に建設された。通信担当次官、アレッサンドロ・マルテッリ、ルッカ連邦長官のカルロス・コルツァ。 当時のフィレンツェの PNF の地方連盟の初期官、アレッサンドロ・パボリーニラがサポートした。この新しい高速幹線の目的は、地域道路網の改善だけでなく、フィレンツェ、モンテカティーニテルメ、そしてベルシリア海岸の間の観光用高速接続路を作ることでもあった。経路の設計は3人の著名人、フィレンツェの土木工学技術者バルトリーニ、 フィレンツェ県技術局長フローザリ、そしてマルッチによるものだった。この新しいアウトストラーダはトスカーナ高速道路会社により建設された。そして、建設工事は企業家のサベリオ・パリージとピエロ・プリチェッリの会社により進められた。建設は、一時的には迅速に進められたものの、不正行為や新たな道路により所有地を分断される。 土地所有者との衝突を見ることになった。特定の力のある土地所有者が利益のために元の計画を変更させるということもあった。地元住民からの抗議に事欠か,かなかった。プラートではアウトストラーダが市の南部の開発を妨げ農業から肥沃な土地を奪う。小麦の戦いに役立つがアウトストラーダは休暇でビアレッジョやホルテデーマルミに行く。 富裕層にのみ利益がある。と言われていた。フィレンツェマーレの建設工事費用は当時の金額で1.2億リラであった。そのほとんどは地元の自治体が負担し、いくらかは民間が負担した。国は通常は地方自治体が負担する料金所を除くアウトストラーダ全体の保守工事費用のみを負担した。マッサローザ近郊の A11。 A12 接続路の高架橋1933年8月5日に最後の区間であるルッカとミリアリーノ・ピサーノの間が開通し、公式に全線開通式が行われた。当時は、福音8メートルの上下線非分離道路であったが、フィレンツェとミリアリーノ・ピサーノが2区間の例外を除き現在と同じ経路で接続された。経路変更のあった1つ目の区間は、 プラートのビゼンツェオ川を渡る橋とブーレ川を渡る橋の間である。1961年に上下線分離化の機会に実際にプラート姿勢の意見が聞かれ、この繊維の町が南に発展することをアウトストラーダが妨げるとしていたファシズム時代の不満が再燃した。そして居住地区から離れたさらに南の農業地帯に新たな経路を通した。旧道の現在の道路名は ビアーレレオナルド・ダ・ヴィンチだが、この道路は、格下げ道、という名でも知られている。もう一箇所の経路変更区間は、ルッカとミリアリーノ・ピサーノの間、リパフラッタ近くの部分である。1962年の上下線分離化の時に、セルキオ川を渡る古い橋と、その前後契約 2km が、通行止めとなり二度と復旧せず、 元の経路から少し北西の場所に橋を含めて新しい道路が建設された。2020年8月2日に旧道の橋は爆破解体された。フィレンツェ方面 9km 地点このフィレンツェマーレの開通時には次の場所に料金所があった。フィレンツェ、プラート、ピストイア、モンスーマーノテルメ、モンテカティーニテルメ、キエジーナウッツァネーゼ、アルトパーショ ミリアリーノ・ピサーノ。推進者の大きな機体に反し、このアウトストラーダの初期はかなり困難な状況であった。計画は間違いなく妥当でありよく考えられていたが、中3階級以上を除いては、まだイタリアのモータリゼーションは弱く、旅行者の動きも比較的少なかった当時としては少し先進的すぎた。これに安くはない通行料金が追加された。 中型バリキシ一台のフィレンツェミリアリーノ館の通行料金は片道78リラだった。それゆえに当初この道路を管理する会社の収支は悪く管理監督のさらなる悪化を招かないためにルーチェ自身による介入が必要だった。そしてまたその会話の中には著名なファシストの名前も上がっていた。大戦前の最後の年。 そして車の最高の流入を見た1939年にフィレンツェマーレは夏季と冬季では大きな変動があるものの1日平均1145台の交通量しかなかったそれにもかかわらずアウトストラーダフィレンツェマーレは非常に革新的な作品であるということができるアペニン山脈の南の開発された盆地の接続を実現した最初で現在でも唯一の大規模な 地域的インフラである。大公国時代にはルッカはトスカーナに属していなかったことから、主要経路はフィレンツェ・エンポリ・ポンテデ・エラピサ・リボルノと考えられていた。第二次世界大戦の後、この高速道路はベルシリアの観光業の発展に大きな貢献を果たした。アウトストラーダ A12 を参照 A11、A12 接続路は1973年に、 共用開始した延長 18km の短い高速道路である。この道路はフィレンツェとジェノバをより短時間で接続することを目的としている。2007年にこの接続路とアウトストラーダ A12 をビアレッジョ料金所を通らずに接続する新たなランプが開設された。このランプ及び A11 からこの接続路に分岐する部分にあった ルッカに資本線料金所が廃止されたことにより、この接続路を使う経路から料金所がなくなり、停止なしでの通行が可能になった。この部分は、エーステームグループのリグーレ、トスカーナ高速道路会社により管理されている。フィレンツェペレートラの起点から、ピストや料金所までの間の片側3車線化が、イタリア高速道路会社のトップと、地方関係者との間で、議論されている。 A1 とのジャンクションとプラート東出入り口の間に、新たに、カンピビゼンツヨ出入り口を作る提案が幾度か出されている。アウトストラーダ A11 は、上下線非分離の初期にルッカ近くの18世紀に、作られたノットリーに水道橋を横切るように、設計された。この工事のために、水の流れを保つように、アーチの構造に手を加えて一部分が取り除かれた。 60年代の道路拡張工事の時に、さらに5本のアーチが倒され、水路を完全に切断し、現在も水の流れは止められている。1935年6月15日に、タチオネボラーリが、アルトパシオ近くの 8km の直線区間で、メルセデスとアウトウニオンに対抗するために、エンツオフェラーリにより作られた、アルファロメオ 16C ビモトオレを使って2つの世界。 最高速度記録に挑戦した。挑戦に選ばれた日は強い風が吹いており、少し不運であったが、ヌボラーリは、ともかく調整を始めた。彼は、車重1 3 0 0ラムでは、時速1 5 0トルですら、非常に困難なところを、冷静で緻密なステアリングさばきにより車を制御した。予期しないことが続いたにもかかわらず、彼は、サイドの横滑りを立て直し、 二つの記録を作った。1km 区間の平均車速時速 321.420km 及び1マイル区間の平均車速時速 323.125km である。これほどの恐ろしい危険に直面したことはない。ポーで火がついた日ですら、ここまで怖くなかったと彼は後日このイベントを振り返っていった。ありがとうございます。